小学校2年から水沢リトルリーグで野球を始めた大谷。3年生の頃、県大会の準決勝でサヨナラホームランを打ちます。飛距離は65メートル。中学生ですら年に1、2本と言われているホームランをサヨナラで決めたのです。しかし球審の判定はバッターアウト。わずかに右足がバッターボックスから出ていました。監督は地元リーグ脱退の寸前まで揉めるほど抗議しますが、判定は覆らず、少年大谷の初ホームランは幻となりました。